生味階層は、宇田川洋庵により表された、日本初の体系的な科学書。内編18巻、外編3巻からなり、1837年から1847年にかけて発行された。タイトルの、生味は、オランダ語で科学を意味する生味の鬼役で、階層は、根源への道を開くという意味である。今日の言葉では、科学入門あるいは、科学概論にあたる。 ウィリアム・ヘンリーによって表されたエピトメ・オブ・ケミストリーのオランダ語翻訳を主として多くのオランダ語の書物を参考にして執筆された。ヨーアンは単にヘンリーの原著を翻訳するだけでなく複数の書物における主張を比較した。またヨーアンは優れた実験家でもあり実際に自ら実験をして考察を加えることで総合的な議論を行っている。これらの事実は 精密改造が単なる翻訳書ではなく、洋案による独自の考察が多分に含まれた科学書であることを示している。洋案は翻訳作業の過程で、それまでに存在しなかった多くの科学用語を生み出した。それらの中には、酸素、水素、窒素、炭素といった元素名や、酸化、還元、溶解、飽和、結晶、分析といった用語が含まれ、今日でも用いられている。 精密階層は近代科学を初めて日本に移入したとして評価されている。精密階層を含む安住商区の宇田川洋安関連収蔵品は社団法人日本科学会が認定する科学遺産の第001号であり、この書物を編集する際に宇田川洋安が使用した和稲田大学収蔵品も大029号科学遺産に認定されている。 物理化学、無機化合物、有機化合物についての内編18巻に加え、光線の分析法を小説した外編3巻からなる。当時はまだ物理化学や有機化学が十分に体系化されておらず、その内容の多くは無機化合物の性質や反応、を、分析に裂かれていた。また要案は各地の光線の訂正分析を行った業績でも知られている。内編及び 外編の内容を以下に示す、生味階層の科学実験図、水素ガス実験図、生味階層のボルタ電池解説図内編外編、注釈出展。ありがとうございます。